お前じゃない。釣りに行って小判を50両も釣ったと聞いた八五郎さん、早速釣り竿を担いで出かけました。船を沖に漕ぎ出して釣り糸を垂れると、すぐに大きくて立派な鯛がかかりました。すると八五郎、針を抜くとポンと海へ投げ返してしまい、お前じゃない。